いやー、いい天気だなー、またぞー。そうですね。ちょっと待ってね。ごめん、いいよ。ゲップかと思った。まだ俺は慣れんよ。いや、俺はまだこうしてまたぞーがフラペジの一員となり、これから一緒にやる。ダメだ。やっていけるかな俺より緊張してます。すごい、どこ行ってたんだっけ、なんか、オンにするとか言って消えたんだよな。気持ち悪い。どこ行った？いますよ。どうも。まずいまずいまずい。無理だ。もうこんな集団やだよ。ありがとうございました。早速なんか悩みあるらしいな。今初カメラやった動画を初編集してるんですけど、自分の手ぶれがひどくて完全自己責任。本当に動画出したくない。恥ずかしい。持って撮るってなかなかなかったですもんね。確かに、一人でやってた時はなかったですね。だってもうみんな何も教えてくれずに、すぐ始まったからね。お前はちょっとじゃあ早速持ってやってみろよ、みたいな状態から始まったから。うち、スパルタなんですよ。やって覚えるシステム。慣れです。ちょっと次から気をつけます。またぞーはスマブラの動画を編集したのですが、手ぶれしてて恥ずかしい、動画出したくないって思いつつも自分で編集して動画を上げます。それでは消そうかな。よだれキッドコーボー。これ味あるんですか？何それ。楽しじゃなくて俺に聞いて。俺食ってないのに、俺が聞いて答えんのやばい。どうなんかなと思って。俺も同じの食っててね、とかだったら。本人には聞きにくいよね。確かに。こんなことないよ。え、味あるんですか？ないね。ないんだ。え、会話下手？何それ。発芽ないみたいな。ああ。それ味ないっすね。だよな。あら、むきご飯みたいな。多分。だからな、俺に聞くと。あ、妹いるんだっけ？いますいます。見して。確かに見たい。妹なんか4月。妹とかいうコンテンツ持ってんのかよ。ずるいな。どうしよう、めちゃくちゃ可愛かったら。これ表紙です。なんか多くない？そういうの。なんか、囲まれてない。あんまり似てない。似てないですよね。え、ちょっと。でもまあ、多分家族がようなんでしょうね。ゴリそうっすね。長男 YouTuber になって、で、サークル立ち上げたりとかしてて、妹、そのなんか表紙みたいなのがあったんですか？確かに。どっちに？父、母に？その性格的なのは。もう母っす。母がもう、ほんと俺の女版みたいな。父は静か。父はそうっすね。わりかし硬い。ある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 。母さんがすごい明るいんで、僕らが兄弟が霞むぐらい。やばっ！ほんとに。俺らもう眩しくてもう見れんよ、そしたら。あとさん、違う。なんで笑ってんじゃん。いや、またね。いや、またぞさんは、またぞさんは、父母くらいってなんか聞いたことある気がするから。いやいや、でも一緒。え？母が明るいの？うん。そうなんだ。いや、でも本当、母は結構明るくて。この、受かったっていうのを、まあ、電話で言ったら、私じゃないのみたいな。どういうこと？なんだ、私が呼ばれるのかと思ったみたいな。その電話で畑に受かったよって言ったら、って言ったら私が。なわけなくて、お母さんが受かったって思ったけど、最強だ。ポジティブすぎるな。あれ、弟がいるんでしたっけ、マトトさん。これ一人っ子あるあるかわかんないんだけど、一人っ子ってやっぱ兄弟欲しいじゃないですか。兄弟あのね、欲しいね、欲しかった。そう、今はもうあれなんだけど、姉がいる妄想をするんだよ。ほうほうほう。わかんない、これだけかもしれないけど。で、一番欲しかったのはなんか上なんだよね、お兄ちゃんでもお姉ちゃんでもいいから。で、お姉ちゃんが欲しかったんだけど、お姉ちゃんのことをお姉ちゃんって呼ぶのが恥ずかしくて、なんて呼ぼうっていう妄想をしてて、でもそもそもお姉ちゃんはいないんだよ、俺に。一人っ子って謎の悩みを抱える時がある。え、それ何歳ぐらいの時ですか、その妄想は。2年前ぐらい。ああ、結構最近。陽平くんはそういうのありますか、基本的に。陽平くんはそういうのあります？あったよ。あったんだ。よかったよかった。これ本当にあるあるだったんだよ。よかった。考えるよね。考える考える。なんなら俺全パターン考えるもん。あ、ねえ、おお、
妹、はい、兄弟と、うん、双子、はい、三つ子、はい、でその中でやっぱ一番いいのが、うん、俺も姉に終わったの、はい、おお姉ちゃん、はい、妹って実際多分幻想なんだろうなってどっかのタイミングで気づいた時があって、はい、いやいや姉も同じお姉ちゃんはそんないいもんじゃないっすよ違う違う分かったんですかね想像が楽しい現実見ちゃってるからなそうっすよねでなんか俺もそういうのにやっぱいや妹がどうたらって言ったら、うん、それは童貞みたいな、うん、あるじゃん童貞っすかなんかまあ、はいはい、知らないだけみたいな、はいはい、分かる分かるちなみにいつまでですかそれ思い描いてたのはね去年だねもっとやばい遊ぶんすか実際男男兄弟俺んとこはそんな遊ばなかったな、仲は良かったっすか仲も良くない片方原因じゃねえ兄でしょだって兄弟兄何個差3つあー、うん、若干あ、でも確かにトマーネと何個差か2個か、うん、あれで3です3かおーちょうどいいんだ俺は下 の, あの弟の名前で呼ぶけど、うん、弟はおいでしょ俺もね中学校の時反抗期でおいとか言ったらお姉ちゃんでしょって母さんが必ず訂正入れてきたから確かに確かにえなんかもう最近はお姉ちゃんとかじゃなくても名前だとかそういうのが多いってへぇ今の俺もでも名前で呼ばれてました妹からだよねお父さんお母さんのこと名前で言う人とかもあ俺俺俺俺あ俺俺うち下の名前俺はだからまあ小学生とか高学年とかでなんかもうママって呼ぶのが恥ずかしくなる時期あるじゃないですか、うん、ありますありますそこでまあだからまあ何とも呼ばなくなる中学生になってあの恥ずかしくなってなママとは呼ばずみたいなになって母親から提案された気がする名前でいいじゃん名前呼び捨てだとあれだから「さん」つければいいんじゃないみたいな懐かしい俺もそのくだりあったっすねやっぱ最初ちっちゃい頃は、ね、やっぱ姉ちゃんはまだパパママって呼ぶからもともと家の中でパパママって呼ぶ文化だったんですけど、うん小学校高学年ぐらい4、5年生ぐらいになってやっぱちょっと恥ずかしいじゃないですかうん、わかる恥ずかしいで、2、3ヶ月ぐらいしっかり考えて今日から俺は父さん、母さんと呼ぶってすっげーちなみにまたそのご両親のことはなんと俺も一緒で、そのママが恥ずかしくなる時期があってはいはい、はい、で、そのやっぱお母さんと呼ぶのも恥ずかしいんですよ、はいはい、その切り替えが、うん、あ、わかります、うん、ちょっとなんか変えるタイミング恥ずかしいっすね変えるタイミング難しいし、恥ずかしいからもうその、下の名前名前は2人いたすごっ、俺これ結構少数派いや、だと思うんだけどだって知り合いで1人しかいないですもん急に2人おー、ま、え、今でも名前呼ぶの名前はマジないっすね名前、うん、呼び捨てわあでもすごいわ、マジ本当にレアっすね今停止感覚だなならんよえ普通に電話するときとか確かにあ、俺受かったって受かったよ俺ってでもそんな言わないっすよそのあ名前を呼ぶことも、うん、少ないっすね確かに俺受かったよえ私が受かったのかなんて多いっすよ母さん父さんっすねああ、一緒だ一緒っすよねでもなんか高校生とかで親父とかって一回呼ぶこととかないですか周りが憧れたよなちょっとなんかありますよねなんか友達とかと話すときに俺の親父はみたいな父さんって言われずに親父っていうのなんか憧れるみたいなあでも確かに俺の父親は親父を袋で呼んでたわあお袋はマジいないっすよねなんで時代っすか、ね、時代かもね多分時代かも昔なんかイメージが親父は結構いると思いますけどうん、うん、お袋の方が確かに少ないかもね確かに言いやすいでしょ、親父とかだったら洋平くんはなんて呼んでるのかって聞いた方がいい洋平くんはなんて呼んでるんですかそれはこっちに聞くんだよどうしたそんな悲しい顔して聞いてくれ、うん、前もらったユンちゃんの抱き枕にな、うん、誰かこぼしてんねんおいおい誰だこれ赤い趣味ついてんぞおい犯人がこの中にいるのかこの中にあ犯人が目撃証言を集めましょうあなたは何かを知っているようですねほら知りすぎたさあ言ってください犯人は柴田さんの原因はキムチです柴田はいおそれ柴田さんが来たのは昨日の夜中なんですよね、うん、そうですはいそれじゃないんです実はええ昨日18時、19時ぐらいにみんなでここでなんかご飯食べてたんですけどその時にもうついてたんです何え
ってことは、すいません、はい、翔太さん、嘘です。冤罪でした。冤罪だって今、それでも僕はやってないって言ってほしいですね、翔太さん。なんか、ああ、汚れちゃってるわって思いながら、俺、電話しに行ったんで、下に。じゃあ、試すよってことでいいの？いや、僕は赤いの食べてないです、昨日。昨日、赤いものを食べていた人？特に昼に食べてる人。そういえば俺、昨日の朝、キムチと味噌汁食ってた。昼飯は…昼飯ってか、なんていうの、11時ぐらいに覚えてるな、これ、キムチ。覚えてます、朝食べてた。変なパックのご飯とキムチのやつですね。そう、でもさすがにここ…こぶ？あっ！あー、陽平くん、ここでキムチ食べてたじゃん。俺、その後、またとここで編集してたんだけど、俺、そういえば、ここにユンちゃんのこれを枕にして寝てたってことは、陽平くんが食べてた時には、ここにユンちゃんがいたってことだもん。おい、いい、おい、逃げたー、逃げたー、何や、そのまま、そんな荷物は。まあ、ちょっとあっち行こうや。あっち行くんか。あっち行こう。みんなぁ、いや荷物あるぞ。いえ、なんとユニフォームです。何それ。はい、これ始めた。 ありがとうございます。何それ、ユニフォーム。ぜひ広げてみてください。ユニフォーム？何のユニフォームだ。これはバスケのユニフォームです。最近俺がバスケしすぎたせいで会社からユニフォームが発行されたという。え、しかもホーム&アウェーある。そう。はい、俺は初めなんで82番っていう。ああ、なるほど。役ではないんですね。これ俺も多分82番。一緒の数字多分。え、しかも3位ある。3位。陽平くんは3位じゃねえや。初め株式会社のエンディングのやつ、提供ロゴ。すごい。陽平くんは41番です。これはそのうち。なんで？なんで41歳バレた？さあ、それはわかりません。陽平の4と先生のいいじゃないですか。最初と最後で。ああ、いや、そういうこと。ああ、なるほどね。これデザインははじめさんのお母さんで聞いてみましょう。これは何も名前なしかい。まだみんなが入るよっていう段階で、あの、名前も決まってない状態で作られたので。はいはいはい、はい、メンバーのはない。お名前が、はい、え、なんで41なんだろう。逆光かなと思って。はいはい、結構み、はい、あざーす。なんで俺、71番なんだろう。確かに、この数字の意味は何なんだろう。どういうこと。棚棚っちの何なんで35なんだろう。バレたね、俺9。全然820番やねん。確かに。俺55。はい、55番。え、なんでだ。まあ、またぞうさんはあれですね、松井の背番号です。はい、陽平くん、ありがとうございます。これ、ほんま、ありがとうございます。トマって、トマってひらがなで書いてあるんだ。トマンって書いてあった。あ、トマンって書いてあるんですね。はい、じゃあ一旦着てみますか。おぉ、黒の方が映えるな。黒の55の何、上は上持ってんじゃない。やば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 い。え、黒の55がないっつって、え、下っすかって、上っつって、上持ってるっすよ。やばいやつだ。またぞうさん、どっちに着替えましょうか。黒だっつってたよ。5万。あ、そういうことですか。だから1で。いや、これ多分誕生日だと思うの。これはね、誕生日だと思うの、ナンバリング。6月10日と6月10日。あ、そうか、12だ。なんで71番。もうそれがもう気になって気になってしょうがない。警察班が陽平の41番。わけわかんない。意味わからんっすよ。なんだろう、陽平なんか。陽平、俺も結構見ちゃうんですか。俺このナンバリング見たことないですよ。確かに年齢が。あ、そうか、これ年だね。最高とか。最高、検索最高っすよ。ザコの可能性。ザコだ、ザコだ、ザコだ。ちょっと集合しときます。お、バスケってどんな感じなんですか。バスケはこれです、基本。そうなの。で、後ろでこう、ちげえわ。こうだ、バスケ。あー、それいいじゃん。あー、かっこいい、やばい。で、周りどう座ってきてもいいですか、これ。周りも、主力メンバーがこう座って、2列ぐらいですよね、なんか。後ろは多分立ってた気がするな。でかいの後ろで立ってもらってね、学校的に。確かに。でかいの2人しかいない。4-4か、無理やり澤部か縦面捨てて4-5を作るか。ああ縦面いるから見ないがまた縦面いるから見ないって言って、おもろすぎやな。見てくれてんだよな、ちゃんと。あ、やべ、ごめん。あ、ごめん。ガタイやん。すごい強そう。ライフラシンスケットじゃん。失礼します。ああ、卒業アルバムだ。コモンいないな、コモン。あ、コモンいないだな。例えばこっちで、おまるで。これでこっちでこうしてるのかって。これで。ああ。そのポーズ。いいね。オッケー。よし。バース。卒業アルバム。よし、やるか。なんか今おもろい話しとったな。どうしたっすか。鹿児島出身らしいから。うん。
鹿児島弁あんのって言ったら、うん、ボアスって言うから、うん、本当なの、うん、って言ったらゴアスの使い方教えて、ありがとうゴアス絶対嘘じゃん絶対嘘絶対に嘘じゃん意味はありがとうございますありがとうゴアス暑いこれ本当にかこれもう上を上だけでも取ってもらえてありがたかったってありがとうございました。あ、逆にですか。逆に。すごい速さで顔隠しました。やばいって、ようやくのために隠れました。まさか取られると。銀行強盗があの黒いあれ取られた後の速度でしたね。うん、そう。どんな感じだったんですか。取られた。取られた時はもうだここに入り込む感じが。こっちで取ったっけ。はい。一番面白い。顔バッチリ、その着ぐるみの顔バッチリここに映った後のしかも、逃げ方ガチしかも、思ったより普通に真正面からスポって撮られてました遊ぼー元気だな31分ですはい遊ぼー遊ぼうみんな遊ぼうねこれからだありがとうございます。